じゃあ、じゃあ、じゃあ、大将、はい、おすすめの握りちょうだい。はい、上原さんのスプリット握りになります。出た、雑草魂。いや、大阪市立東海大行政高校。はい、ということで、お前入りがいつもと違うよね。いや、今日はもう変えていかないと。上原さんの、上原浩二投手、20日のツイッターで引退を表明しまして。そうなんですよね。まあ、今日ですね。お笑いネタから入ったな、その悲しいニュースを。そうなんですよね。少しでもこうやっぱり花をやっぱり、はい、そうか。はい、ということで上原さん、びっくりしました僕は。いや、ちょっと悲しいですね。やっぱり悲しい気持ちありますね。まあ、巨人のエースだったしな、うん、ずっと見てきたピッチャーだからな、はい、まあ途中メジャー行ったけど、うん、俺がものすごく若い時に印象に残ってるのはさ、はい、上原が若い時だよ、はい、牽引しろっていうさ、ベンチのサインで涙したんだよね。ありましたね、うん、やっぱそれだけその勝負に逃げたくないというさ、うん、なんかスプリッツを持ってたというかさ、はいはい、まあこれはもうベンチのサインだから、うん、指示だから、はいはい、これはまあ仕方ないとしても、なんかそういう魂を持ってる投手だったよね。スピードガンにはそんなに現れないんだけど、例えば150キロバンバン行くとか、はい、だけど、あれ誰が言ってたのかな、上原が一番速かったっていうバッターがいたな、誰だったっけ、言っていい、ユッティそんな詳しいんですか、上原さん。ユッティが言ってた。いやいや、違う違う。誰かと対談した時にな、いや、上原が一番僕早いって感じましたよ。だから打席立ってる人ですよね、もちろん。打席に立ってる。巨人時代。ちょっとこの動画の中で思い出すわ。はい、ああ、やってる間にちょっとお願いします。いや、だけど、はい、やっぱそのぐらいあの球持ちが良くて、球持ちがいいっていうのはさ、はい、これがバッターだとするじゃん。はい、普通のピッチャーだったらここで話すとするじゃん。うん、ここまで持ってこれるピッチャーだな。ああ、なるほどなるほど。リリースなってことですね。リリースが。だからよりなんかスピードガン以上にめちゃくちゃ速かったっていう。はい、それとこれはあの古田に聞いたんだけどさ、オールスターの時にバッテリー組んだんだって。はい、そしたらフォークをアウトサイド、インサイドって投げ分けるんだって。コントロールできてるってことですか。できてるんだよ。操るんだよ。へー。それ言ったの古田さんじゃないですか。あ、何が体感早い、体感早いって。いや、違う、古田じゃない。古田さんじゃない。古田じゃない。ではないですじゃないけど、古田が取っててフォーク投げ上げるやつっていうのはこう初めてだわって言ったピッチャー、はい、で、アテネに一緒に行ってるわけ、はい、はいはい、巨人からは高橋由伸と上原が選ばれたんだけど、この二人が必ず朝起きてご飯を食べる。はい、なぜかというと、巨人はその時デーゲームがないんだよ、はい、全部ナイターだったんだよ、はい、中継があったから、はいはいはい、その中継に合わせて。だけどそのデーゲームがあるでしょ、オリンピックの時、はい、それに体を合わせるために必ず2人で起きて飯食うようにしてたんだよ。プロ意識っすね、もうそれは本当に。で、大事な試合、台湾戦、はい、ね、先発の時にさ、あのトレーナー室にパッと入ったんだよ、試合前に。俺がね、はい、そしたらさ、あいつ全身テーピング、体がね、もう言うこと聞かなかったんだよ、その時。はいはいはい。バッキバキってことですか。バッキバキなんだよ。へぇ。で、全身テーピングで、おい大丈夫か俺らって言ったら、いや大丈夫です。全身テーピングっすよね。全身テーピング。ほんと背中なんかビシッと張ってるし、足もビシッと張ってるし、それでも泣き言一つ言わないで泣いてる。すごいっすね。いや、だからね、ハートが強いんだよ。うん。で、高校の時、大学の時ってエリートじゃないよね。はい、あ、そうですね。まあ、ここで2番手ですからね、うん、そうそう、はい、中学の時は陸上かなんかやってたぐらいだから、はい、名門とかには進めないで、はい、でもそういう雑草魂がすごくあるピッチャーだな。もう代名詞でしたもんね、雑草魂。うん。あ、里崎だ。あ、里崎さんが、あ、さっきのあれですか、うん、体感、一番早いって言った。でもね、これはね、ユッティが間違った情報を今俺に与えたと思う。え？え、これは違うんですか。里崎ではないと思う。里崎さんも言ってるってことだよね。里崎が言ってても説得力がないよね。そんなことないよ。それはもう自分からは何も言えないですよ。そうですね。いやもうだって日本一キャッチャーですから。いや、世界一のキャッチャーだけど。そうですね。だけど
バッティングはね、日本でも下の方だから。いやでも WBC めちゃくちゃ打ってましたよ。打ってたけどよ、はい、里崎の言葉じゃ皆さんは納得してくれない。これはもうね、本当にまあ里と仲いいからいいんだよ。里崎と仲いいから。里崎さんも言ってるってこと。いや、キャッチャーとしては認めるけど、バッターとしては認めてない。認めてない。認めてないっていうか、まあ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 の数字が。いいバッターですよ。好き、大好きですよね、佐藤さん。いや、誰か気になるなぁ。いや、それで、はい、まあ、もうちょっと戻す話。話戻しますね。またちょっとユッティが調べてください。メジャー渡ったでしょ。はい。そしたら、あの、クローザーとか、うん、セットアッパーで投げてたじゃん。はい。あの時のフォーム知ってる？フォームですか？うん。え？何ですか？フォーム。ピッチングフォームをちょっと変えたの。わからないじゃん。いやー、ちょっと、いや、もう、より前で話すようになって。投げた後にバッターの方に飛び出すような感じで行ってたじゃん。なんかそのイメージが、まあ、強気なイメージ。そうそう。いや、それで抑えた時にさ、一番最初にベンチにさ走って帰って、帰ってくる野手をこうやって迎えたじゃん。おー、やっぱね、ああいうピッチャーってなかなか出てこないよ。やっぱ野手のテンションも上がるもん。なんかもうハイタッチもめちゃくちゃ強いイメージ。そう、心配だけどね。ちょっと心配かったんだけど。いや、だけど、そうやって、まあ大体勝ちゲームに投げてたじゃない、上原って。だからもうこの試合絶対取るわみたいなさ、なんかそういうことを伝えることのできたピッチャーだよね。まあ残念ながらこう日本に帰ってきた時にはさ、はい、もう体も下手ってるし、オリンピック行った時っていうのはもう2004年の話だから、うん、もう相当前だよ ね、 その時からやっぱテーピングをしながら投げてるっていう、ああいう姿を見てると、あ、よくやったなと思うよ。だって帰ってきてまっすぐ見たけどさ、やっぱ遅かったもん。もうかなり力が落ちて帰ってきたなっていうのはあった。ね、これはもう正直。でも人間年取るとさ、はい、もうそういう時期が来るわけじゃん。はい、いつまで経ってもお前、ビンビン来られたんださ。化け物だよ。化け物だよな。いや、だから、まあ引退っていうのもわかるよね。まあ寂しくはなるけど。そうですね。ただね、俺思うけど、上原は、まあメジャー行って、多分お金もかなりあると思うんだよ。もうね、はい、遊んで暮らせるぐらいまあな。でもあいつは俺いい指導者になると思う。ああ、そうですね。期待ですよね、今後は。あるんじゃないですか。これなぜかというとさ、はい、やっぱあいつは上原が歩んできた道だよね。うん、例えばそのエリートじゃなくて、自分で努力して気持ちだけは絶対負けないっていうさ、はい、そういうものがあって、でフォークを投げ分ける、これもやっぱり一つの技術だと思うし、で、まっすぐ投げる、より速く見せる、その技術、そういうのも考えると、俺はいいコーチになると思う。おー、やっぱ巨人がもうですかね。まあもうね、そういう垣根取ろうよ。まあそうですね。巨人は巨人みたいな。巨人は巨人でね、お世話になったと、はい。でも、俺と必要とされるんだったら、どこでも行くよっていうさ、はい、なんかそういうスタンスでいてほしいな。いやー、確かに、ね、楽しみですね。なんか最初はもうなんかもう、日本に戻ってこないみたいな感じもあったじゃないですか。あのメジャーでも。まあ、それでも最後巨人にやっぱりこの戻ってきて引退っていうのはちょっとやっぱ巨人に始まり巨人に終わるじゃないですけど、良かったですよ。それなんかだって背番号に合わせて19日に引退したんですよ。関係ないです。確かにあれですよね、なんかその自分が大学受験失敗してその浪人した19歳の時が一番このやっぱ自分の中で一番頑張った時だから、それを忘れないためにこの背番号19にした。イチローしたいんですよね。うん、え、ん、大阪体育大学に、あ、一郎、ね、そうそう、一郎して、お前の口から一郎って出る。どうしてもそっちの一郎を思い出すわ。メーデンの方も、いやいや、それはもうありがたいですよ。ありがたいです、もう本当にそういう風に意識していただけるから。いや、全然意識はしないけど。お前の口調が一郎と一郎一緒か。一緒ですよ、まあ、それも一郎さんのせいです。違う。いや、だけどそれを受け継いだ菅野が18になって、はい、ボロボロになってんな。やっぱりその上原の思いを背負っといた方が良かったのか、もしかしたらまた戻るんじゃないですか、ね、19にもしかしたら。で、あのメジャーに1回行って、ひげを蓄える選手多いじゃないですか、まあ、上原さんもこうオリオールズ行って最初、あれはどうなんですか、やっぱあの巨人での反動みたいな。反動じゃないけど、もう毎日時差もあるしさ、移動したら、で毎日試合もあるしさ、もう剃ってる暇めんどくさいじゃないの、一日。まあまあ揃ってましたけどね。
いや、セットぐらいはするだろ、お前。お前もなんかひげ生やしてんの。いやいや、これはもう本当にあの意識してます、ね。毎朝やってるじゃん。何の意識だよ。これは今井さんです。楽天の今井さん意識してます。ああ、そうなの。バープロ君なんだから。さあ、リアルバープロ君が。リアルバープロ君、ありがとうございます。ユッキー、誰か分かった誰？栗山かな。え？あ、セーブ。あ、石井拓郎だ。あー、石井拓郎だ。あー、一番速かったって。へえ、上原だよって。だってスピードガンは144-145キロだもん。そうですね。150超えたら速いっていう感覚あるんだけど、145だったらそんな感覚ないもん。速いって感じました。へえ、すごいピッチャーいるなって感じたって言ってた。石井拓郎選手が言うんだったら間違いない。間違いないですね。里崎さんに、里崎さんに申し訳ないですよ、それは。申し訳ないですけど、佐藤もいいんだけど、佐藤はなんかイメージ的に打つというよりもこう受けるっていう感じがするじゃん。打てるキャッチャーってやっぱ里崎さんか城島さんかなっていうぐらいの感じを持ってました。いや本当に本当に今度はやっぱ佐藤にちょっと話聞いてくれて。あ、まだお前バッティング自信あったのか。俺は調子に乗ったな。いやでもいい、大好きっすけどね。そうだ、いや佐藤崎はいいやつだよ。いや俺も仲いいから、はい、インスタもフォローしてるし、フォローし合ってるし、いいねし合って必ずいいねが来るんすよ。でも自分も一回お仕事で一緒になったことあります。いいやつだ、はっきり言うから。もうめちゃくちゃ面白いっすもん。なんか何もできなかったらしいっすよ、里崎さんが全部。そうなんですよ。いや、あいつはね、早口でね、間がないんだよ。機関銃みたいにバリバーッと喋るから。ちょっと教えるわ、喋り方。本当視聴者さんから質問が来て、それを答えるみたいな、そういうコーナーがあって、で、なんかもう野球なんか向いてないかもしれないですけど、どうすればいいですかっていう質問に対して、もうやめた方がいいっすね。まあ、それはね、ズバッと。いや、向いてない。やんない方がいいっすね、みたいな感じ。まあまあ、ちょっと待って。その悲しい話題だから、まあ第二の人生も考えてると思うけど、だけど俺はすごくいい指導者として帰ってくることを願ってるし、はい、まずはこのチャンネルを経由してからですね。してほしいな。お願いします。すみません、ここはここは一つちょっと、はい、ここはもうアテネで一緒に野球。いや、そうですよ。それをもう第二してやっていただいて、あの時の慶応っつって。本当にだっこはない。しましょう。まあまあ、でも本当に燃え尽きてないと思うよ。ああ、そうですよ。いや、燃え尽きてないからいいんだよ。次へのステップになるから。はい。俺らこれからも応援してます。頑張ってください。頑張ってください。